どうも皆さんこんにちは、都庁スイングビーツユニット、でございます。実はね、去年あのメンバーがちょっと足りなくて、少数制で出演した時にユニットっていう名前つけまして、今年もねあまり来れないような感じだったんでユニットっていう名前したんですが、実はこういうおかげさまで本来の、ジャズのビッグバンドの、メンバー ほぼ揃いました。一人だけね、あのトロンボンセクションのバストロンボーンだけあの残念ながら参加できなかったんですけど、まあ、ほぼ、ビッグバンドのサウンドを、ね、お届けできるのではないかなと、思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、マダラオジャズ10周年、おめでとうございます。都庁スイングビーツは第1回からあの出場させていただいておりまして、まあ、途中何回かですねあの出れないこともあったんですが、ここそうですね3年ぐらいは毎年あの出させていただいております。まあ、今日もねあのこういう感じでビッグバンドジャズを楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。最初にあのお届けいたしましたのは、ボサノバナンバー、アントニオ・カルロス・ジョビンの、デサフィナード。実はあの私たちのありがとうございます 私たちの、バンドにはね女性ボーカルが、人材豊富なものですからね2人おりまして、早速ですねボーカルに、行きたいと思います。まずトップバッターを、ご紹介いたします。オンボーカルマサミ。
スイングビーズでございます。マダラオジャズ10周年おめでとうございます。ただいまお届けいたしました曲はニューヨークへの思いを歌った曲、ニューヨークステートオブマインド、皆さんよくご存知ですかね。お届けいたしました。続いてもどんどん、ね、曲の紹介に行きたいと思います。今の曲がですね、まずはメンバーですね。次に続いての曲は我がリズムセクションと、あとよりすぐりの3巻とですね、あとそして皆さんもよくご存知だと思います、おなじみボーカルさくらさくらでお届けしてみたいと思います。今の曲がニューヨークを思って歌った曲だとするならば、続きましてはマダラオジャズを思って歌った曲、ぴったりだなと思ってこの曲選んでみました。お楽しみください。 My Red Things、 私のお気に入り。Raindrops and roses on whiskers and kittens, bright cup of kettle, the twelve world of maidens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite days. Thank you.
すごい雨でした。どうなることかと心配していたんですけれども、とても気持ちのいい日になりました。嬉しいです。そしてマダラオジャズ10周年本当におめでとうございます。スタッフの皆さんおめでとうございます。私たち実はわがままを言いまして、みんな10周年の T シャツを着ています。色が違って売ってません。無理にお願いをして作っていただきまして、ボーカルはワリンデッドだねって言って着てみたらスタッフ T シャツと同じ色だ。で後ろにスタッフって書いてあります。私には何もありません。それではもう一曲お使いください。降っても晴れてもあなたが好きよ。 Come Rain or Come Shine お送りします。Just one of those things.
ました。ボーカル、さくらさくら。ちょっと PA さん、ピアノの返しが全然聞こえなくなっちゃったんですけど、何か変えました？ちょっと上げていただけるとありがたいです。はい、どうもありがとうございました。これでボーカル、セクションが終わりまして、早いものでね、都庁スイングビーツ、最後の、曲になります。最後の曲はですね、ビッグバンドリーダーで作曲家、そして編曲家で有名なですね、森谷純子さん、という方がね、いまして、今大活躍してるんですけども、都庁スイングビーツとっても関係がありまして、まあ、昔一緒に演奏してたりとか、あと今でもですね、まあ、彼女のライブだったりね、コンサートにはみんなで応援に行ったりとか、譜面をですね、貸していただいたりだとか、いろいろ交流があって、その彼女が徳川家康400年ですか、生誕400年記念で組曲を、書いたんですね。それでその中の一曲でですね、三方ヶ原の戦いというの、ちょっと難しい曲なんですが、最後に挑戦してみたいと思います。それではどうもありがとうございました。都庁スイングビーツです。
ありがとうございました。都庁スイングビーツでした。ありがとうございました。都庁スイングビーツユニットの皆さんでした。もう一度拍手お願いします。ありがとうございます。もう譜面とか飛んじゃって大変そうでしたが、いかがでしたか今日の演奏は。あ、とってもね、気持ちよくできました。やっぱりマダラオって素晴らしいところですよね。もうこの本当に気持ちよい、あのお客様より多分私たちの方がいい景色を見ながら演奏しているので、とても気持ちいいですね。去年も参加されたでしたっけ。去年と比べてまた何か違ったことはありましたか。やっぱりうちはあの、いわゆるフルのビッグバンドなので、去年はちょっとメンバーが足りなくて、あまり満足な、ね、ビッグバンドサウンドが出せなかったんですけど、まあ、今日はですねほぼフルメンバー参加できましたので、まあ、10周年にふさわしい演奏ができたかなと思います。ありがとうございます。